どうも、阪神タイガー総援チャンネルのケンタムです。よろしくお願いします。さて本日はですね、5月27日、阪神 VS 巨人の試合について語っていきたいと思います。というわけで結果は、勝ちました。7連勝ですね。えっ、ー、と、今シーズンの連勝記録、タイというところまで来ましたね。えっ、ー、と、まあ、その昨日の動画でも言ってますが、来週から、 交流戦という形になっておりますので、まあできればね、そのセリーグっていうところにおいて勝ち越しというかね、そのすごくいい形で終われれば交流戦もいい形で励めるっていうところだと思うので、ここでね、まあ勝ち越しを決めれたのはめちゃめちゃ良かったと思いますし、まあもちろんね、その連勝記録みたいなところがね、伸びていくのもめっちゃいいし、その、まあ最終的にはね、1点差というところになりましたが、まあそれにしてもね、そんな 悪いとかっていう風には個人的には思わなかったので、まあ、まあ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 明日買ってくれればとりあえずいいんじゃないかなとは思っておりますというわけで本日のスタメンオーダーはこちらになっておりますご確認よろしくお願いします じゃあ、打撃陣から見ていきましょう。近本選手ですね。4打数2安打1打点です。センターへのヒット、ファーストゴロ、レフトフライ、センターへのタイムリーヒットです。えー、1打席目からヒットを打つっていうところでね、やっぱりこの人が打ってくれるとっていう感じですかね。うんと、まあ、昨日はね、残念ながらヒット生まれずっていう形だったんですが、今日は、まあ、センター方向に強い打球。ま、あその4打席目のタイムリーってところにおいても、センター方向に強い打球。 めちゃめちゃいいヒット。いやー、得点圏打率5割らしいですね。いやー、とんでもないね。1番バッターが得点圏打率5割って、ねー <laughs> ねーそのー、ね、今回はね、坂本選手がファーボールで出塁して、送って、木並選手が送って、代打、渡辺選手がファーボール。そして、近本選手のタイムリー。ほんまにね、そのー、下位打線でも繋がってるから、まあ1番。まあこの後言いますが、中野選手もタイムリーってところでね、2番ってところが躍動してる。ほんまにすごい、ほんま 本当に素晴らしい。ね、まあ、残念ながら、その近本選手の話ではなくて、その初回のこのヒットから、まあ、満塁まで行ったんですけれども、1点も取れなかったっていうのは正直ダメだなって思う部分ではありますが、まあ、その、もっと言うと、初回で点取れんかったうわ、今日あかんのちゃうっていうぐらいまで僕個人としては思いましたが、まあ、なんだかんだね、勝ち切れたのは良かったんじゃないかなと思っております。 はい、続いては中野選手です。3打数1安打2打点です。ピッチャーへの送りバント、ショートゴロ、ショートのエラー、センターへの2点タイムリーヒットです。え中野選手もね、センター方向にっていうところで素晴らしい打球を飛ばしてくれました。送りバントもね、3球目でしっかり決めてくれておりますし、えまあもちろんね、タイムリーを打ってくれた。まあこのタイムリーなかったら、まあ逆転されてる可能性があるっていうふうに思うんですが、まあそれにしてもね、そのヒットよりも、 えー、回の表、角脇選手の、えー、打球を取ってダブルプレイ。いや、これもうやばいわ <laughs>。まあ残念ながらね、今日そのエラー1個あったんですけれども、ただ、それを長消しにできるぐらい、ものすごく素晴らしい守備ありましたね。まあ、それ以外にもね、普通に取ってセカンドアウトみたいな感じでやってくれてるんですけれども、 なんかね、その、まあ、菊池選手を見てるようなって言うとね、その、広島ファンの方とか、菊池選手ファンの方とかっていうところにおいて、おいおいおい何言ってんだみたいな感じで言われるかもしれんが、ただね、すごくいいプレーを続けてくれておりますので、めちゃめちゃ、ほんまにめちゃくちゃいいですね。守備で見せてくれてるし、えー、今日のヒットにおいて、15試合連続ヒットって感じです。素晴らしいですね。ありがとうございます。 はい、続いてはノイジー選手です。3打数無安ー1フォアボールです。フォアボール、ショートフライ、セカンドゴロ、ショートゴロという感じです。えー、フォアボールはね、しっかり粘ってくれて選んでくれたという感じです。まあ、先ほども言いましたが、ここで1点入らんかった、1点ないし、まあ、点が入らなかったっていうのはね、非常に痛いところではありますが、初回においてはノイジー選手、素晴らしく選んでくれたなというところになっておりますし、えー、3打席目のセカンドゴロ、まあ、形としてはね、そんなに良くはないけれども、結果的には進類打という形になっておりますので、 まあ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 って感じじゃないでしょうか。まあヒット打ってくれるとね一番いいんですが、まあしっかりとね、こういう役目っていうところはやってくれておりますのでって感じですと。 はい、続いては大山選手です。2打数無安打にフォアボールに三振です。フォアボール三振三振フォアボールという感じです。えー、1打席目のフォアボールに関してはしっかり選んでくれたなというところになっております。まあ、4打席目に関しては別にフォボール、まあ、敬遠とかでは全くないんですけれども、投げにくさっていうところでフォアボールになったんじゃないかなという感じですと。えー、まあ,あと個人的には3打席目の三振はストライクなんやぐらいに思っておりますと。 まあ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 、え、打率がね、3割切ってしまいましたが、っていう、まあ3割切ってしまいましたが、っていうのもなんか変な話やねんけれども、まあまあ、打ってくれるといいなと期待しております。はい、続いては佐藤選手です。4打数無安打3三振です。三振三振、セカンドゴロ三振という感じです。えー、今日はテルん全く合ってなかったね。うん、まあそんなもんです。はい、え、それ以上に言うことはないかな。 はい。えー、今日はそんなもんなので、えー、明日打ってくれることを期待しておりますと。はい、続いては森下選手です。4打数無安打2三振です。三振、来イのファウルフライ、キャッチャーへのファウルフライ三振っていう感じです。まあ、森下くんはルーキーってところも含めて、ちょっとひいき目に見ますが、しっかり触れてる部分はあると思う。触れてる部分はあると思うけれども、まあ、結果的にヒットになってないっていうところぐらいで、まあまあ、 そのヒットゾーンっていうか、フェアゾーンに飛ばせれば、まあもっと強い打球が飛んでいくと思うし、今は、まあ、鳴らしていくっていうとね、なんか変な話やけれども、まあしっかりやれてるとは思ってるので、まあこっからに期待かなと思います。 はい、続いては坂本選手です。3打数2安打1フォアボールです。ライティーにヒット、ファーストゴロフォアボール、レフティーにヒットですね。えっ、ー、と、2安打というところね、まあ打率が2割7分9厘と、まあしっかり打ってくれてるし、えっ、ー、とー、まあ最終回にね、その2失点食らったんですけれども、うんー、まあ、なんやろなぁ、まあ浜地選手フォアボール出したとかっていう部分で、まあいろいろ、 言われてるかもしれんけれども、まあ、後で浜地選手の時に言いますが、ボール自体は悪くなかったんですよ。まあ、結果的にファーブルを出してしまったってところが問題なわけで、それがなければとかっていう風に思ったりもするし、ボール自体は良かったので、まあ、リードうんぬんの話ではないのかなと思うし、まあ、か川選手打たれてしまったホームラン正直バットの先っぽの方に当たったと思うので、大死球やと思ったんですよ。入ると怖かったねって感じなので、まあ、まあ、そのね、大竹選手引っ張ってくれて、えー、素晴らしいリード。 まあ、およびヒットっていうところも打ってくれてね、素晴らしかったと思いますと。はい、続いては木波選手です。3ースーム、安打1三振です。センターフライ、セカンドゴロ、ピッチャーへの送りバント三振という感じです。センターフライはね、 まあ正直定位置ぐらいではあるんですけれども、すごくいい打球やったなとは思っております。送りバントはしっかり決めてくれておりますと。うん、まあまあ、今日もあんまりっていう感じで、まあ若干ね、勢い止まったかなというふうに木並選手には思いますが、まあそれにしても打率3割1部っていう感じで3割以上はキープしてくれておりますし、まあ中野選手、 まあ、ダブルプレイもね、まあ、数個あったわけですから、それをね、しっかり二遊間で取ってくれてる素晴らしいと思います。次回は期待ですと。はい、続いては大竹選手です。1打数無安打1三振です。サードへの送りバント三振という感じです。え送りバント1球目で決めてくれて素晴らしかったと思いますと。はい、最後ですね、渡辺選手です。1ファーボールです。ファーボールですね。まあ、敬遠って形ですね。申告敬遠ではないんですけれども、まあ、ボール先行してしまった時点で、ま、あもう敬遠で行くぞっていう形になって敬遠されましたって感じですと。 じゃあ、投手陣見ていきましょう。本日投手、大竹投手、岩沢投手、浜地投手、及川投手、梶谷投手ですね。大竹投手、7回投げて99、6安打、7三振無失点です。えっ、ー、とー、ね、その、打順が回ってこなければ、多分8回いけたな、ぐらいのピッチング内容だったっていうところになっておりますが、えっ、ー、と、ヒーローインタビュー聞いてびっくり。えー、あんまり調子良くなかったってさ、個人的には、 まあもちろん立ち上がりでヒットヒットって打たれてしまった部分はあるんですけれども、まあ吉川選手に関しては初球打たれてしまったっていう部分はあるんですけれども、まあそれにしてもそんなに悪くないと思ってたんですよ。 その、絶好調かって言われたら、そうではないかなと思ったんですけれども、ただ、ま、全然状態悪くないやんけっていう風に思って、で、ま、知り上がりに上がってきたっていうのはもちろんあるんですが、そんなに状態悪くないな、今日はいけるかなと思ったら、ヒーローインタビュー聞いたら、あんまり調子良くなかったんですけど、試合作れて良かったですってえ、えって、そりゃあれで調子悪いのっていう風に思ったぐらい、めっちゃ良かったと思う。 丁寧に丁寧に低めに集めてっていうところもそうやし、まあゲッツーってところもしっかり取れてるし、うん。そのエラーでね、中野選手が出塁させてしまったっていうところの後、初球を打たせて、で、アウトを取る。まあ、こういうのがしっかりできてるので、いや、強いよね。うん。 なんか男泣きしてましたね。うん。<laughs> そういうのをね、まあカメラで抜かれてるとは正直あんまり思わないと思いますが、まあまあしっかりとね、投げ続けてくれた結果やし、そのみんなが助けてくれたっていうところも言っておりますが、まあ、こういうピッチングをしたからこそね、打撃陣を奮起してくれてる部分もあると思うのでね、えー、6勝目、素晴らしいピッチングありがとうございます。 はい、続いては岩沢投手です。1回投げて19球無安打13振1フォアボール無失点です。まあ、フォアボールに関してはっていうところになりますが、まあ、しっかりとね、この場面0で切れて良かったんじゃないかなと思っておりますと、うん、あのー、ね、8回、まあ、3得点してくれた部分はあるんですけれども、ただ、その流れ的にはね、あんまり良くないというかね、まあ、正直怖いかなと思ったんですよね、正直。 ま、今日ね、その、最終的な話を聞くと、岩佐選手と岩崎選手は絶対投げさせへんっていう形だったので、ま、その岩佐選手に関してはともかく、岩崎さんはもう投げさせへんのやろうなと思ってたんですが、ま、あま、あ誰行くんかな岩佐さんか。じゃあ、守ってくれるやろうと思って、ま、しっかりね、守ってくれたので、良かったと思いますと。ボール自体はね、あの、すごく良かったので、うん。ま、威力あったのでね、次回も期待ですと。はい、続いては浜地投手です。3分の1を投げで11球無安打1フォアボール1失点です。 えーっとですね、そのオールストレートかなーって感じ、今日投げたのが。うん、ボールはめっちゃ良かった。いや、もうそれに尽きると思うかなー。うん、そんなに悪くなかったんやけれども、低めに丁寧に集めて、で、その低めに丁寧に集めたボールっていうのが、すごく威力のあるボールで、 だから、めっちゃいいなと思ったんですよ。まあ、3点差あるし、その、岩崎さんを投げさせたくないっていう部分、岩崎も投げさせたくないっていう部分も含めて、浜地投手に期待を込めたんですが、まあ、最終的にはね、その、ストレート合わせられて、まあ、大四球のファールにはなりましたが、うん。ま、ああいう打球を見て、ファーボールに出してしまったっていう部分もあるので、まあ、そこに関しては反省の部分あるかなとは思いますが、ボール自体は悪くなかったと思っておりますと。 はい、続いては、及川投手です。3分の1を投げて、4級、1安打、1失点です。んまあ、セカンドゴロでアウト取ったんですけれども、まあ、さすがにね、あの打球を、併殺は取れないので、っていうところでね。まアウト一つ取った後、ホームラン、入ると思うんかったなーって感じです。はい、最後ですね、梶じや投手で3分の1を投げて、5球無安打、1三失、無失点です。えー、最後のボールは、抜けフォークというところでね。あれは、なかなか打たれへんなーというところになっておりますが、えー、なんだかんだでね、 その一人一冊みたいな感じになりましたが、え抑、ー、えてくれてよかったと思います。はい、というわけで本日は5月27日、阪神 VS 巨人の試合について語らせていただきました。えー、今日の MVP は間違いなく大竹投手でございます。えー、6勝目ですよ。すごいね。7006勝で防御率が0点台って。 いや、おかしいわ <laughs>。そのね、打順がね、回ってこなければ8回も投げてたので、まあ、投球イニング数っていうところにおいても、素晴らしいものもあるし、まあ、防御率もそうやしってね、いやー、すごいわ。この人すごいわ <laughs>。このまま期待しておりますと。え、7連勝まで来ました。えっと、連勝記録というところでね、明日勝てば8連勝、今シーズンのね、最多連勝を超えますので、 頑張っていただきたいなというところですと。えー、最初に言いましたが、来週から交流戦、最後に勝って来週に挑みたいなと期待しております。というわけで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、あと概要欄の方にツイッターとインスタグラムのリンク貼ってるんでよかったらフォローお願いします。できで失礼します。バイバイ。